より、アキラ、東京妄想局。はい、始まりました。東京妄想局、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。はい。はい、深澤みどりです。アキラです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、始まりました。今年も、2012年、一発目、東京妄想局。2012年？うん、12年だよね。あ、12年か。ほら。はい。ですね。あ、そうね。若さん。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。何人の親も、うん、はい、今回もね、うん、海外の人に向けて、うん、若さんが通訳をしてくれます。スペイン語で。 Hola, buenas noches a todos. Aquí tenemos el programa de Akira y Midori. Espero que disfruten mucho. よろしくお願いします。はい、妄想スゴロクということで、ここにね、スゴロクがありまして、スタートストップで出た数字の真っ先に進んでいきまして、その質問に答えていくという、はい、ことでございます。はい、じゃあ先行後攻を決めよう。最初はグー、じゃんけんぽい。え、なんで？勝ったー先行ディメラセラガナドーラ。いいよ、先行で。私大人だし。いや、負けたし。いきます、スタート、スタートストップ。いいね、新年早々。1、2、3。それテープがつけた。1、2、3。雪で作るならどんな形を？ケアセコンラミエル。どんな形を雪で作るなら、うん、言っちゃっていいの？ダメ卑猥なのダメ言っちゃっていいの？え、雪で作るなら、うん、雪だるまかなスノーマンだよね。とりあえずさ、雪うさぎか雪だるま作るよね。おう、コネホス。俺でもあれ作ってみたいな、ゴジラ。ゴジラ、怪獣、怪獣。あー、ゴジラ。怪獣超作ってみたい。なんかさ、ワンピースでルフィが作ってなかった？あ、ルフィじゃねえ、ウソップが作ってんだ。え、それはさ、あの表紙のさ、カラーのとことか。違う違う違う、ほらあれヒルルクとかに出てきたドラム王国。作ってた？作ってたよ。そー、あれを作りたい、うん、へぇ。なんか作りたいのある？作りたいの？ムラジロー作りたいの？なんか作りたいのないの？作ったやつ、作ったやつを壊したい。壊したい。せっ1、2、3。またわけわかんない質問来たよ。好きな怪獣。はいはいはい、ピグモン、ピグモン。ピグモンってなんだ？え、ウルトラマンの赤いやつだ。似てる似てる似てる。あの唇が厚くて、なんかって顔してセパレシアイじゃん。あいつかわいい怪獣なんだよ。意味がわかんない。怪獣にいい悪いあるの？ある。あるの？アキラちゃんダダ。なんでダダ？オカマだから。知らねえ、オカマじゃねえよ。怪獣って何から何までが怪獣？年配の方にばっか受けてる。ダダなんて知らねえよ。ウルトラマン世代。ウルトラマン、ウルトラマンとウルトラマンセブンしか知らん。結構知ってるじゃん。セブン、セブン、セブンでしょ、うん、それしか分かんない。怪獣を俺そんな知らないんだけど。そう、あ、モスラは怪獣。うん、モスラ怪獣、あの蝶々の、あ、ガのやつ。あの、イモムシの時のモスラ。あ、うん、あれかわいいね。モスラ、うん、あれは好きだな。人魚モスラが。モスラそんな強いんだ。強いよ、虫なの。だってゴジラと戦えるぐらいで。マジで超強いで、首3つのゴジラいなかった。キングギドラ、それ。あれも結構好きだったね。あ、そう、お兄ちゃんがいるとね。あ、そっか。そう、一緒になんかドゥーンとかやっちゃう。はい、飛行機壊れた。うちにはなかったな、ゴジラ商品は。本当に、うん、だってリカちゃん人形ですら戦わせた。最悪だな。リカちゃん VS ゴジラ。リカちゃん負けるでしょ。意外と強い。大根足キック。最悪。うん、
全然ゴジラ以外に怪獣ってあるの？あのゴジラシリーズ以外に。あんまりないよね。迷ったらモンストロ。ガメラが別なんですよ。ガメラが別？俺にとっては同じだよ。だからゴジラだったらガメラの方が好きかな。あ、そう。あれカメでしょ、ショッカーは。ショッカー。ショッカー。カーあれ人間か。怪人か。怪獣ではないな。そうか。じゃあ好きな怪獣決まった？ガメラガメラ。あ、キングキングミドル。違う。それ好き。あ、素晴らしいところに止まった。受験生に一言。よし。あ、私受験あんまりね緊張はねしないタイプなんですけど、もしそれでもしたら、受験監督の奥さんが今不倫してて、あの監督超焦ってるとか変なこと考えてる。もうそう、だから自分が優位に立とうとする。あいつすげえ今ダメな状態だと思って。そう。すごい妄想力だ。それより問題解けよって話だよ。始まる前で隣の子は今超下痢しててそんなのを考えて落ち着かせる。あ、だから頑張れ。何も受験生に一言な、うん、時計と消しゴムは忘れないように。あー、時計持っててなかった。俺もさ、時計と消しゴム忘れちゃってさ、男子圏の時に、うん、それで俺タイムアップになっちゃった。へー、最後の時計終わんなかった。そうなん、センター受けてない。マジでセンターもう終わったけどね、今年。そうだね、先週ぐらい。先週まずね、受験に合わせて学校に行ったら乗り遅れてて先生がね、それを受けるにはちょっと提出が遅かったなって今年初めての妄想ロード二人でとあるお店に行ってきました。ご覧ください。お待ちしていました。私、チョベリグの高一でいます。どうぞよろしくお願いいたします。本当だ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、本日ね、こちらお越しいただいた新宿にありますクオーレというマジックバーでございます。読めた？クオーレでございます。で、こちらがですね、こちらのクオーレのマスター心、はい、さんでございます。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はね、トランプさばきというテーマということで、僕じゃないと今日ね、本当のトランプ あの日本の天才を呼んでますので、はい、楽しんでてください。どうもよろしくお願いします。さあ、ということでね、トランプのマジックと言われたので、使うのはまずこちらのライターを使っていきたいと思います。トランプ燃やすの、いろいろね。そう、あとね、トランプ使います。はい、トランプ。あ、本当だ。それトランプじゃない。トランプ呼んでないんじゃない。トランプよ、トランプ。こうやってね、こうやってね、こうやった瞬間来た。ほら、トランプ間違いないですね。わかんない。すいません、なんかちょっとすごいなとか思ったらですね、できればこういうのいただけたらと思います。あらす、あらす、本当にね。さあ、この状態でね、やっていこうかなと思います。悔しがっちゃうからね。悔しがっちゃうんだよ。純粋に楽しんでしょうか。OK。 嫌なんだよね、そのこと言わないの。見破りたいな。見破りたい、大丈夫、いろいろ教えるから後で、ね。さあ、この状態でやっていこうかなと思うんですけど、まずはトランプを使います。ただ、今回用意したのが全部真っ白なトランプです。でもこれだとね、これだとお仕事ができませんね。一枚選んでとか言えませんから。じゃあ、せっかくなんで今からまず印刷するところからいきましょう。そう、全体的に綺麗に印刷されます。で、印刷された状態で、まあ、何回も広げていくとなんとなく怪しい感じがして、例えばサイズがちょっとちっちゃく見えるかもしれません。で、広げてみたら分かりやすいですけど、ちっちゃく見えるかもしれません。大丈夫、あの広げてみると、ね、ちゃんと元の大きさに戻りますから。なんでこんなんだってね。そう、こんなんからこんなんになりますね、これぐらい。さあ、じゃあせっかくなのでトランプを1枚選んでもらおうかなと思うんですけど、まあ、いろんなトランプがあります。バラバラにね、いろんなトランプがあります。いいですか、バラバラです、はい。さあ、じゃあマークと数字を決めてもらおうと思うんですけど、よし。じゃあマークを1つ決めてもらっていいですか。マーク、じゃあスペード。スペードで、はい。じゃあ1、スペードのエース。1? 1って。せめてエースって言いなさいよ。ということで今回スペードのエースを使います。スペードのエース大体真ん中ら辺にやりますね。で、この状態でやっていくんですけど、
じゃあ今からお聞きします。スペードのエースを早く探すのと難しく探すのだったらどちらがいいですか？超早く。超早く。超早く。無理。ダイス。大丈夫。超早くで言われたらちょっと頑張るわよ。真ん中ラインにね、スペードのエースがあったのは覚えてると思います。いいです。じゃあ超早く探しますからよく見ててください。いきます。ワン、ツー、スリー。早ーい。男に早いって言わないのよ。でもね、ほんと傷つくから。早い早い。ほら言わないの。そういうこと。いろいろ傷つくでしょ。出てきました。ただ出てきただけだと面白くありません。せっかくだから超難しいバージョンっていうのもやってみたいと思います。カードを中に入れちゃいます。はい、スペードの S の中に入れて、ここからやりましょう。あとは入れた状態でカードを表と裏バラバラに混ぜちゃいます。いいですか。こんな感じです。そうするとどうなるかっていうと、例えばこういう感じでこう裏と裏があったり表と裏があったりします。もう一回確認します。裏と裏があったりとか、はい、表と裏があったり、うんうん、これをもっと難しく混ぜていきたいと思います。こんな感じ。よよ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 よしょってやると、なんとトランプが元に戻って1枚だけひっくり返ってるカードがあるんですね。でこちらがスペードのエース、ただゆっくりでもいいんで、そう、重要なのは早くじゃありません。スムーズに、ゆっくりでいいからスムーズに混ぜていく。それはあり。落とさないようにまずそこから頑張ろうね。ね。食べんのも汚ねえし、トランプも汚ねえし、お前最悪だな。目安としては持った状態で20回切れるか。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20、 そう、20回以上混ぜれるようになったらマジシャンに向いてるっていうふうに言われてます。飛んだ。クイーンだ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 頑張って頑張って頑張って、練習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 。向いてない。大丈夫、向いてないことないから、頑張れば何度もなるから。少なくなってくると難しいんです。そうなんです、少なくなってくると難しいんです、うん、そうそうそう、そう。でもね、だいぶね、上手くなりました。はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20。もう一回やって、もう一回やって、やってみ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 、いいよ、いいよ。いい、じゃあこんな感じ。19回、惜しい、うん、せーの、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26。やった。いったじゃないのよ。1枚お願いします。さあ、そのカードをお二人で見て覚えていただいて、うんうん、そしてそこにサインをしていただきたいんですけども、a man says that the celebrity is, that's what he goes there for. はい、はい、ありがとうございます。じゃあね、お願いします。中に入れていただいて、はい、今日ね、カメラにお持ちします。こんな感じでサインをしていただきました。中に入れまして、今日勉強したこの結果ですね。はい、っていうの今からですね。じゃあ今日勉強してやってみます。来てください。今日練習しましたよね。おー、上手。はい、ありがとうございます。そしたらですね、なんかドリンクがいろいろ入ってるの分かります？はい、今日ね、ドリンクと同じカードを利用しました。おー、じゃあ人差し指出してください。やっぱ好きなタッチしていただくと、じゃあこちらのドリンクです。はい、うんうんうん、
で、そのドリンク今から僕当てます。ちょっと変わった当て方をするんですね。トランプを出してください。わかんないです、うん、でも入ってるの。本当に入ってるんです、うちらの描いたトランプが。だってどこも穴開いてないし未開封なの。そうだったら下手したいんで、キャップ閉じてる。なんか穴とかあったら漏れちゃうしね。すごいよね、不思議。わかんないんだよさあ、入れる技術もわからないし。だってさ、上からさトランプを入れる方法もよくわかんない。これどうなる。でもね、魔術の本置いてあったからね。そう、お店に魔術学っていう、実は魔術なんじゃないかっていう。魔法なんじゃないかと思う。そう、魔法だと信じたいよね。ね、誰かマジックできる人いないの。あ、いた。マジックできる人が。今年の抱負でしょ。どうしよう、センター、一瞬お願いします。わーい。ダダ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 。あれ？おー！ちょっと俺も客席に行こうかした。あーねー。ありがとうございます。あと一瞬芸ですけど。え、これ？え、私見てなかったからただ咳込んだだけじゃん。すごーい。ありがとうございます。うそうね、いつも CM で見てるからね、うん、そう、すごい。俺もやりたい技法って。ねえ、やりたいね。これより簡単そうなんです。トランプ出せば、トランプ。こっちもテジーなの。で、助手って手。よいしょ、助手。もう手品すっかりハマっちゃったよ。うん、二人でこれ手品の助手頑張るっていう。はい、
すごい、1枚目で描けた。これさ、描こうと思っても今親指がつってんだよね。うん、つってる、あ、そっか、あのバラバラやりすぎて、バラバラやりすぎてね、超手痛いの。よいしょっと、よし、よし、ちょっと今日下手くそだね。よっ、ちょひどい、すでにひどい。あー、ペン書き。トランプの人殺す機会。サクってね。あれ、アキラって書くスペースなくなっちゃった、うん、私も名前忘れちゃった。あ、ここに緑って書いてる。どこどこ、ここ、うん、それ、私の署名それじゃない。できたできた、はい、はい、今年の目標、はい、手品の助手、密かになる。いやー、頭の悪い、頭の悪い。密か、超学生、小学生じゃん。密かになる。明日、うちのバンドのベースの誕生日会が明日と昼間ぐらいからあります。11時ぐらいからあります。詳しくはブログを見てください。で、そして明日、東京かわいい TV に私が出る放送の日なんだって。なんかエジャバーサリロウ。なんかね、何したんだっけ？なん、お茶会してます。お茶会してます。うん、そう。うん、そう。みーちゃんとかは違うところで出て、そう、別のところで、はい、録画してください。はい。うん、みんなで見てください。で、来月の告知もありますね。あ、そうだ、ですが、2月11日が大阪で俺のバースデーワンマンやります。で、2月15日が東京で俺のバースデーワンマンやります。そう、15日は、15日出演してくれます。深浅さんが、深浅さんが、はい。で、その次の日の16日、2月の16日に私が仕切る、仕切るの、プロデューサーミドピーのイベントがあるかもね。かもね、かもね、はい、出演するかもね。者豪華かもね、豪華かもね、ケラッコには豪華かもね。詳しくはブログを見てください。かもね、かもね。今詳しく言えることがあまりにもなさすぎる、ね、全然ね、情報がなさすぎて。はい、はい、で、ね、あれ、その他なかったっけ。あ、次の放送日、あ、次の放送日はその次の日ですね。2月17日20時から生放送です。観覧希望の方は番組ホームページからチケットをご購入ください。はい、はい、バカさん、フェブレロ、イエス、メンカントムチョラマギア、グラシアス、シシシ、グラシアス、シグラシアス、はい、シってそうなの、イエス的な感じでしょ、うん、シシシ。うん、はい、ということで、この後は会場の方とアフタートークをしていきたいと思います。また次回の放送もお楽しみに。